このピンクの特撮作るプロジェクト2の1話は、まあ、主題歌からいこうと思っていたんですけれども、その幽閉サテライトというグループに、まあ、ワンツーやってもらうっていうことだったんですが、まあ、正式に辞退するというお話が来ました。もう制作が進んでしまってて曲も決まってたんですよ。でそれを元に CG とか絵とかも全部作っている状態になってしまっているので、それ作り直しってなると結構大変だぞと、まあちょっとどうするかはちょっと本当に考えていこうかなというところで、はい、ということで幽閉サテライトさんにオープニングをちょっとどうしていくかっていうのをね、今回また打ち合わせしていけたらいいなというふうに思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、ちょっと現状その2期のオープニングもその変わらず幽閉サテライトさんに続投していただきたいなというふうに思ってきているんですけれども、ちょっとまあもろもろありまして、でその2期の当初予定していたオープニングの音源が、まあ、使えなくなったので、その音源に合わせてちょっと映像で作ってたんです。なるほど、はいはい、でもその音源が使えないとこの映像をせっかく作ったのにどうしようっていうことになってるんですけど、これ映像に合わせてちょっと音源をまた再度作っていただくっていうことは可能なんですかね。じゃあ、はい、そう、あ、はい、映像に対して音を当てていくっていうことは可能です、はい、でこれ自体ポップスではあまり、うん、ないんですけれども、アニメだとか映画だとかだとよくある手法で、はい、フィルムスコアリングといいまして、フィルムスコアリング、はい、映像に対して音楽をこう映像の盛り上がりに合わせて音楽を作っていくという手法がありまして、はい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 、でそれをですね、それのポップス版、ジザリス版ということで、はい、やっていければなというふうに思っております。あ、なるほど。アニメとかだともう後付けですもんね、ほとんど。後付けのものもありますし、うん、お金のかかったシーンとよく言われるんですけれども、うん、はい、その一番こう作品が盛り上がるシーンなんかは、はい、実際に映像を見ながら演奏しているっていう。なるほど。手法を使ってたりします。今回も結構 CG でお金をかけたシーンが、はい、お金と時間をかけたシーンが結構オープニングにもその詰め込まれていて、そこでこう物語 の、まあ、そのオープニングとしての盛り上がりのトップになるんじゃないかなっていうところがあるんですよ。そのこだわりのポイント、いやもちろんその間にあるちょっと意味わかんないフル CG のポイントがあるんですけど、はい、まあ、今度見ていただければ分かると思うんですけど、はい、そういったところも合わせていただけるっていう。もちろんです。でも結構前の音楽バチッとハマってたんですよ、はい、さらに超えるものが出来上がるのかなっていうのがちょっと不安ではあるんですけど、いけそうですか。頑張ります、僕の全力は尽くさせていただきます、はい、そこはアイソンはうちのヒット曲を満たしてるエースですから、はいはいはい、問題なんかもともと幽閉サテライトさんの楽曲をアイソンさんが担当されたんですよね。ずっと今まで曲を大体の幽閉サテライトの活動となる、結構キー曲みたいなものは書かせていただいておりまして、はいはいはい、今回 のお話はちょっとそもそもお話そのものをいただいてないような状況だったので。あ、そうだったんですか。はい、1週間ぐらい前にいただいたようなお話というかそうだったんですね、はい、はい、そういった、まあ、経緯を知ったのも結構最近のことでして、はい、自分は、まあ、曲を作ることに専念させていただけてたっていうような状況ではもちろんあるんですけれども、うん、まあ、その他の動きっていうのは僕はちょっと知る由もなかったので、はい、とりあえず僕が今できることっていうのは楽曲に魂を込めて満足していただけるもの、ファンの方々、井上さんもはじめ全員が満足していただけるものをがっつり作っていくっていうのを必ずやらさせていただきますので、よろしくお願いいたします。こちらこそ、なんかすごい熱意がものすごいですね。具体的にどれぐらいかかるんですか、その制作に。
そうですね、はい、どれぐらい徹夜とかも含めるのかどうかにも。いやそんなブラック企業じゃないんで、できる範囲で、ね、はい、あれですけど。ただ実際どれぐらいの期間なんです、どれぐらいいただけるんですか、時間は。ちょっとこれからというのは相談ではありますけど、はい、まあ1ヶ月ほどは時間はありますので。では今1ヶ月でちょっと安堵な感じの顔をされたと思うんですけど、はい、大丈夫です、全然。他のね、もちろん仕事とかももちろんあるんですけれども、それも含めたとしても1ヶ月もいただけるんでしたら、あ、なるほど、なるほど、交互期待いただければ、あ、ちなみにさっきからツッコミ忘れてたんですけど、はい、そのアイソンさんって衣装が本体なんですか？うん、そうですね、一応、まあ、最近そうかもしれないっていうふうに思い始めたような設定ですね。っていうのはですね、メインボーカルの方が仮面をされてたと思うんですけど、はいはいはい、仮面が本体なんですか？仮面が本体って、ボーカルの方々もう代々そのように言ってらっしゃるので、ということは僕も衣装が本体かなということで。なるほど、じゃ基本的にユーヘイサテライトさんは本体が人ではないと、はい、ことが多いんですね。あ、そうですね、人でないことが多かったですかね。あったからこれからも多分多くなるでしょう。あ、なるほど。なるほど。ちなみにじゃあどんなテイストの音楽がいいとか、うん、そういったものももうこれから決めていけるっていう感じなんですか？そうですね、そこは井上さん のご意見も伺いながらがっつりそれに沿ったような音楽にしていただく、なるほど、いければと思います。僕なんかそのテイストのこだわりってあんまないんですよね。ただ、はい、この見たジサリスの、うん、を見た人たちが、まあ、これでこうたぎってくれたらいいなっていうふうに。たぎる、すごいいいワードをいただきました、ね。たぎる、それは血がたぎるみたいな。そうですね、そういう感じですよね、はい、これから頑張るぞって時に、うん、その曲を聴いたら、はい、こうもうテンションが 120% になって、はい、なんかできるみたいな。マラソン前にとりあえず聞けばとりあえずいけるぞみたいな。ありますね、そういった。なんかそういう系が僕はなんかやっぱりこう作品からパワーをもらいたいタイプなんで、はい、うん、それは大切に織り込んで、楽曲の方に織り込んで行かせていただきますので、頑張ります。大変じゃないですか、僕からなんかこんな、なんかとんでもない、なんかこうしたいああしたいということを言われて、さらに映像に合わせなきゃいけない、結構針の穴に糸を通すような作業じゃないですか。いや、でも私の立場から言えば、はい、もう映像ですでにその気合を入ったものがいただいて、はい、それは僕にとってはパワーをいただくインプットの作業なんですね、はいはいはい、で作品、今まで放送された作品もすで、うん、に僕のインプットになっているので、僕の仕事はアウトプットの仕事なので、はいはいはい、インプットでいい情報というもの、すごくすごい、そのたぎるというワードはまさしくそうだなというふうに僕は思ったんですけれども、うん、そういった皆さんが情熱を持って作っていただいた作品を今から僕は吸収してから出せるっていうのがすごく今回は有利に働くんじゃないかなと。なるほど、ゼロから作れっていう言われると、そうするとインプットがないとちょっときつかったりしますもんね。そうですね、やっぱり。なのでこういったイメージのお話をしていただけると、すごくイメージがさらに明確化されていくので、はい、逆に僕はやりやすいなというふうに思っております。たぎるってイメージはいいですね、はい、いやもうマークに聞かす前に多分いろいろ言うと思いますけど、そこもよろしくお願いします。まあなんかこう曲を作る上でなんか大事にしてることとかってなんかあるんですか？寄り添いたいと言いますか、寄り添いたい、聞いてる方が、うん、自分のことに思えるような、はい、曲になるといいなって、今精神論的な話をするとそうなります。うんうん、でそのためにこういうなんていうかね、ギターを入れてみようだとか、はい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 、そういう感情を刺激するにはピアノだろうだとか、そういったものを決めていくような作り方をしております。あ、そうなんですね。楽器専攻じゃないんですね。はい、楽器専攻ではないですね。結構だからこの目に見えない気持ちだったり、なんか目に見えないものを表現するための楽器なんですね。そうですね。はあ、
じゃあ今回何の楽器使うかっていうのも逆にお任せした方がなんかいいもの出来上がりそうな感じしますよね。お任せください頑張りますので。じゃあまあ2からは晴れて、はい、この座組で新生幽閉サテライトとしてできるということで、あの新生というより元祖幽閉サテライト。あ、元祖幽閉サテライト、はい、その心は。いや、もうアイソンは最初からのメンバーですか。最初からのメンバー、はい、だから10年以上前から一緒にやってるメンバーのうちの一人で、じゃあまあもうその、まあ、いろいろありましたけど、はい、その作品で返していただける、作品で見せていくっていうスタイルで次の曲ちょっと期待、はい、僕も楽しみにしてますし、多分ファンの方々期待されてると思うんで、はい、あの今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。